私最大寺長老の松村隆よと申します。内藤どうぞよろしくお願い申し上げます。奈良には阿倍部の古刹寺院があり、それぞれ独自の優勝を伝えていますが、最大寺も千三百年に及ぶ悠久の歴史優勝があり。 その中でさまざまな信仰が育まれまたその信仰の産物としての造形も生み出されてきました。我々はそのようにして受け継がれてきた信仰の伝統を誇示しさらに発展させ未来に継承していく責務を帯びております。ただしそれは 単に形ある有形の造形物としての文化財に限ったわけではなくそれを生み出した信仰や精神こそそが重要であると思いますそれを体現した無形の行事や法廷なども含めてその価値を正しく継承し施情に広めていくことこそが 僧侶である我々の真の課題であると日々肝に銘じております最大事の巡ってきた歴史を俯瞰しますとそれは以下のような3つのキーワードに集約されますその一つは鎮語国家二つ目は工房離省三つ目は一味和合です それぞれについてお話ししたいと思いますまず第一に秦吾国家です本願聖徳女帝これは最大時の本願天皇である聖徳女帝が最大時の創建に込められた思いであり仏教の 信仰の功徳によって国家すなわち世の中全体の平穏安泰を祈る心です。最大寺は今を去る約1,250年前奈良時代の末近くの天平神坊元年西暦7 6六年。 5年に聖徳後見女帝の勅願によって創建されました女帝は父聖武天皇と母光明皇后の間にお生まれになり両親の仏教信仰を受け継がれ自らも深く仏教に帰依されました。 第2のキーワードは公暴理想です最大寺は平安時代に一旦衰微しましたが鎌倉時代になって一人の瞑想の活躍によって復興されることになりましたその瞑想こそが神言律の宝刀を起こされ我々が宗祖と仰ぐ交渉菩薩 英尊承認ですそしてこの「ソ尊承認」が自らの宗教活動のスローガンとして第二のキーワードそれが理想です「弘法理想とは「交流仏法」すなわち仏教を盛んにすること利益至上すなわち民衆を救済することの 2の略語です。それぞれ商人の具体的活動である。戒律復興を中心とした仏教改革と。社会から疎外された人々を救済する施設。福祉の活動に結実しています。第3のキーワード一味和。合。 第三のキーワードである「一味和合は」は永尊承認が最も重視された理念でありとりわけ復興に尽力された戒律の根本精神で,でもあります。戒律は仏教の開祖である釈尊が定められた仏教との生活 規範であり殺してはいけない盗んではいけない乱らな行いをしてはならない嘘をついてはならないなどの道徳的な禁止規定を含みます一味和合の和合とは和み合う平たく言えば対立せず 仲良くすするとということでありますそのような和合の精神を体現して創始されたのが大きな茶碗でお抹茶を皆で回し飲みする大茶盛という行事です鎌倉時代当時お茶はまだ本格的に連来して間もない頃で まだまだ日常的に喫するものではなくむしろ薬として重宝されていた時代でした。エーソン証人がそのような好奇薬としてそのお茶を民衆に施されたのはご自身の医療 福祉の理念を。具現化したものです。また。エーソン証人が。自ら。振る舞う。茶ということで。年々評判を呼び。これを。念頭に。服用すれば。一年間。無病息災。さらには。良縁にも。 恵まれるという信仰とも相まって参詣者が年々増えていきました当初は普通の小さな茶碗でいただいていましたが参詣者の増加に伴い徐々に大きく重たくなり巨大な茶碗による茶園ということで 大茶盛りの名称が生まれまれしたそこに集まった人々が同じ一つの大きな茶碗から同じ味のお茶を飲んで寛大な心を養い和み合い結束を深めるすなわち一味和合のこそが大茶盛りの最大の趣旨であったのです。 現在は一人一腕でのご接待をさせていただいております一刻も早くの本来の大茶盛りが復興されることを念じてやみません深く最大上創建された聖徳天皇の御心というものを考えるとあの八角形という着想今まで いろんな大韓大寺さん、いわゆるあの藤原京にある。大きな塔を建てられたけども。八角形っていうのは。最大じでが証言だと私は考えております。その願いっていうのは何なのかと。私この職についてから。今まで。あまり考えてなかったんですが。ふと考えるようになりました。昔から八角は沿道。よく八角沿道って。 世間では一般に申しますでその趣旨はほとんどある一つ一人の特定の人を指して供養として建てられたっていうそういう目的であろうということは現在、えー、常にこうそういうあの専門家の間ではこう耳にする言葉なんですね。そういうことで最大臣のその発覚はただよそさんはまあは 一人の方を検証するまあ供養する讃えるっていうそういう意味があるんですが最大事の場合は陳吾国,国家のその強烈な意識ということを考えると万民不楽難しい言葉ですがよろずの民を楽にする要するに国家それによってまた国家も安寧であるっていう。 その理念があの八角という中に込められてるんじゃないかとそれはちょっと独りよがりって言われるそれは総計ですよって言われる可能性もあるんですがふとこの頃思うように,考えて思うようになりましたまたきっとそうであろうと私なりに思っております八角の沿道というのはならではないんですが。 例えば大阪のなにわの宮のところからも発掘されています現在きっとそれはそこに携わった造営されるた造営する時に携われた人々とかまた地方からなにわの宮に来ている管理とかそういう人たちの供養を兼ねた建物ではないかとそういうふうに考えると非常にその奈良時代になると その八角っていうものの持つ意味が個人だけではなく、そういう全体でを。をまろやかにするという考え方があったんじゃないかと思います。まあ、そういうことが。清吾国家の精神の根本にある一味は豪。一未和合。な共に幸せになろうという考え方の表れではないかと。だから。鎌倉時代の永尊承認っていう。方も。 ひょっとしたらそういうことを考えながら最大時にご入寺されたんではないかとかでまた知らず知らずのうちにそういうものが最大時の最大という現在風に言うと DNA というか地というかそれが脈,脈々と知らず知らずのうちに最大という寺そのものに流れているのかなと、うん、そういうふうに私は感じているんです。最大時の ご本尊の世間一般に精進釈迦仏生前のお姿を写し取ったと言われるそれを精進生の身生,生きる身体の身体のし釈迦仏と申しますが、まあ、これを日本にもたらされたのは長年という方ですがそれが将来されて京都の釈迦堂にございます。 いいいわゆる清涼寺寺うお寺でございますそれをやはり仏教徒である限りお釈迦さんをまず大恩人として祀るということが大事でありまた自分たちの生き方の盆栽としての生き方また人々の生き方仏教を創始されたということは皆さんの,その日々の日常を律するという。 また人々の安寧を願うという教えですのでそれを写し取って本土にされたまあそ非常に意味のあることだと思っておりますそして体内に五蔵六腑がありまた人々の皆さんの合力された人々の名前が記されております非常に皆さんの心がこもったお釈迦さんなんだと。 我々は拝みながら常にそれだけは忘れずに日々頂戴している。非常に仏教的ですが、ご飯を食べているって話にあの上に頂い,いているって神の方に頂い,いているということをあの常に心にあの思っております。最大寺の土砂火事についてなんですが、この法要は最大寺のみに現在も続いております。 同じ言宗あるいは他宗派の中で孔明信言でもって、えー、人々を栄光する亡くなられた方をの安寧を祈るっていうそういうものの考え方はどの宗派にもあるんですがこの最大事の孔明信言は最大事のみの独特な習慣でございます。また、あの格別ののです。この頃、 一般のお葬式をこう見てまして昔と違うなって思うのはかつては出棺する時お棺を最後に土砂をお砂ですね光明神言でご祈祷したお土砂を世間でお土砂と申しますがそれを巻いて中に入れる。 そうれはまあ旅立つのにの旅立ちのまあいた花向けっていうことでもうありますがかつてはあの土層が多かったのでその土砂をまけば我々聞いているのは、えー、体が柔らかくなって硬くならずに柔らかくなると、ね、そういうふうに聞いております。 かつてはそういうううにして非常に重重宝がられたみたみいいですねそういう習慣が今はなくなってきたみたいでちょっと残念なところですね。うん、で私自分自身がここ10年余り前からお土砂の代わりに幕時もあるんですがまあ普通お葬式の,の枕経の時に必ずその人のお名前を書いて。 光明信号のお経を凡字、まあ、で書いて、えっとね、お布団の枕刀っていうんですかねその下に置くことにしてそしておかんと一緒に焼いていただくことにしております私の場合はちょっとそれは、まあ、かってはあまり思わなかったんだけどやっぱな亡くなる人を大事にしたいなという気持ちなんですね。うん、みんんなな誰もがが行く道なんですが ああこの人こんな生き方したんかなあんなんやったんかな幸せやったんかなと、まあいろいろ考えながらまあその人の生前の姿を思い起こしながらしたためておりますそそういういことによってその法要まあ私今この座に官長長老というえ,えらいところに座ってしまいましたがまさか自分がそう座るとは思ってなかったんですが。 最大でその光明真言へいわゆる土砂火事という法要的に一番お堂さんの次に座る一番の座というのがあります。そこは一郎という座なんですがその席で光明真言の法を唱えながらみんないろんな周りに似てる盆さんが恩ああぶきあてあげるわけですその役をなぜか知らないけども普通はありえない勝ってなかったことなんですが。 18年間解禁で勤めさせていただきましたこれからもその記録は破れないと思うんです50少しの時にさせていただきましたっていうか命令されてお前反省って上の門から言われましたそのことについてまあ本来は一番年寄りの人いわゆる超 年長の者がその席に座るべきところを若輩の五十そこそこの者が座ったということについて違和感を感じた坊さんたちもありお経は唱えるっていうことのりの,のむしろと背中には嫌な視線を感じるりのむしろと二つは見ながら18年間本当にありがたくも務めさせていただきました。ながら あみんなうまく丈夫してくれと徐々に徐々に思うようになりましたしまあ寝ることもなく間違わないように、うん、一生懸命やはりしなきゃならない席だったので非常に自分自分身のたためににも非常ななったかなとあの感謝しております、まあ光明信声園というお経ねなんか周りから見てて楽しいという人と。 眠たいっていう人といろいろありますが何度か来られた人は「ありがたい」で必ず申しますねそれは徐々に徐々にあの法要の中が分かってくるんでしょうねあ。あってああだんだんそのお経を聞いてる時にかって懐かしき友達やとか親とかね近所の人とかいろんなことをこうずーっと思えるあの長いお経。 一つの音を長く長くくく弾くわけですね伸ばしてそのことによってそのかってのそれこそ悠久っていうか大げさに言えばそういう遠い遠い世界を引きずってくるようなそういう音を出すっていうねそのことがみんなの中にじわーっとやってくるのかなと思いますね。そういうい意味ではははこの法要はやはりみんなからも 求められ我々もやめてはあの渡罪させてはいけないもちろん使命もちろんありますが皆さんからもやっぱそういうオファーがあるんだと私は思っておりますだからまだまだそして信号師の皆さんも各お寺も最大時の公明信号というのはまあ皆別格でやるということだけは我々の宗内宗内というのは 新温宗という世界でみんなそういうふうに認めていただいておりますそれは大きな大きなあの最大寺のとって特別なあの盆参の僧侶の間での感覚ですねそういうことですね最大寺には多種多様の文化財がございますいわゆる指定されたもの それ以外にも貴重なものがたくさんあります。それは。単に古いからとか。珍しいからとか。貴重であるとか。それだ、そういうふうな形あるもの。もちろんそれはたくさんございます。例えば。先ほど申し上げた。お釈迦さん。で、また、最大寺復興された。高所菩薩さん、栄祖さんですね。 でそれの遺産といいますかそういうものが現在も仏具としてまた神風起こされた仏具とかそういうようなものまた仏像いろんなところ残っておりますけれども身に見えないもっと生活に 立脚した先ほどの前とはお茶とか取り上げませんでしたけども日本で一番最初のがん薬ですがいわゆる「方針炭」という胃薬ですねそういうようなものも作られたのも最大です。これはなんか何か聞くところによると薬学部に行かれた方は最大時の方針炭というのは 必ず出てくるみたいですねうん、うん、スマホでも出てきます必ずそ、えーうん、してまた皆さんが日々自分の先祖さんを拝むための墓所いわゆるお墓ですね今の五輪塔とか宝鏡陰塔とかそういうふうなものを完成し皆に供養するように したのも最大地、ねうん、で言えばすぐ五輪塔とか石造物藩屋、まあうん、さんの十三時の石塔とか宇治の十三時の石塔あるいはしまなみ海道のところにある、えー、石塔みんな認証さんとかそういうの建てられてます。もっと身近だったら四天王寺の西の鳥居もそうですね、うん、ただ単にそういう鳥居とか十三時の石塔じゃなしに皆さんが日々あの 特殊かも知れませんが、五輪や宝胸院と立てられます。立てられますけども。それを完成さ、さしたのも最大ですね。それにして。非常に。生活に密着したところも、ね。先ほど申し上げたように。工房理想の理学史上。みな、庶民もみな。あの。万民。みな、すべて。円満に。平穏にっていう。まあ、そういう願いの現れかなと。 思っておりますまあ、それが最大の特徴かなと、うん、ちょっと地味かもしれませんがそういうところでございますね、うん、まあ、お茶も、うん、絞れば絞れば何もでも、うん、美味しくなくても出てきますんで色がついてるから美味しいっていうことなんでやはりそのうちにまたその人の味わいも出るんかなと、うん、渋,渋さが出てくるってそういうふうな表現してねいいんかなと思います 人もでもう一つ、まあ、あのお願いしたいのはっていうか思っておることなんですが先ほどから一味和語のことをとうとうとお話してるわけですが、まあ、いつの時代にもあっても最も大切で、ね、変わらぬものそれは一味和語の理念である人を のとのの和合の心ですね、や,っぱりやはりねそれはやっぱり人を慈しみな人を愛し人を認め人を生かすそういう思いがつ続いているそして私たち一門また末路のものそのようなものの集合,集合したその表示となるものが最大でございます。 また、現在の我々の愛すべき最大時の姿です。終わりに。日常の皆さん方、喧騒の中、日々お忙しくされていると思います。非常に過去と違って、日々忙しく、昨日の価値が明日に、に今日になればまた変わり、また 一週間後にはまた変わるという目まぐるしい大変な時代に我々はおります。そんな中、ちょっとの寸法を見つけ、折に触れ、最大事にお参りいただけたらと強く思いな、また我々も。 皆様方のお越しを心よりお待ちしておりますどうぞ一度あるいは一度とならず何度もおいでいただきますよう切にお願いしておいたいと思います皆様方には最後まで見ていただき誠にありがとうございました御礼を申し上げます